皆様にお願いいたします。ご協力をお願いいたします。 Thank you for your cooperation. 間もなく2番線に各駅停車天ヶ崎行きが参ります。黄色い線の内側へお下がりください。各駅に停車します。足元の三角印3番から8番でご乗車ください。甲子園、西宮、芦屋、魚崎、御影、神戸三宮、元町、高速神戸、新海地方面、山陽電鉄方面、神戸電鉄方面へお越しの方はこの電車にご乗車の上天ヶ崎でお乗り換えください。ご乗車の際には足元にご注意ください。まもなく2番線に天ヶ崎行き区間準急が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。各駅に停車します。足元の丸印3番から8番でご乗車ください。この電車は天ヶ崎から神戸三宮行き快速急行になります。甲子園、西宮、芦屋、魚崎、神戸三宮へお越しの方はこの電車にご乗車ください。ご乗車の際には足元にご注意ください。2番線に次に参ります。電車は神戸三宮行き快速急行です。足元の三角印1番から10番でお待ちください。この電車は天ヶ崎で後ろ4両を切り離します。神戸三宮方面へお越しの方は足元の三角印1番から6番でご乗車ください。まもなく2番線に神戸三宮行き快速急行が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。停車駅は九条、西九条、天ヶ崎、甲子園、西宮、芦屋、魚崎です。足元の三角印1番から10番でご乗車ください。天ヶ崎で甲子園行き区間急行に接続します。武庫川、鳴尾武庫川女子大前、甲子園へお越しの方は天ヶ崎で区間急行にお乗り換えください。ご乗車の際には足元にご注意ください。1番線に次に参ります。電車は東生駒行き各駅停車です。足元の丸印3番から8番でお待ちください。まもなく1番線に各駅停車東生駒行きが参ります。黄色い線の内側へお下がりください。各駅に停車します。足元の丸印3番から8番でご乗車ください。大阪難波にはこの電車が先に到着します。ご乗車の際には電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください。1番線に次に参ります。電車は近鉄奈良行き快速急行です。足元の丸印3番から8番でお待ちください。
まもなく1番線に近鉄奈良行き快速急行が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。停車駅は桜川、大阪難波、近鉄日本橋、大阪上本町、鶴橋、生駒、学園前、大和西大寺、新大宮です。足元の丸印3番から8番でご乗車ください。難波、奈良方面へお越しの方はこの電車にご乗車ください。ご乗車の際には電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください。1番線に次に参ります。電車は大阪難波行き快速急行です。足元の丸印3番から8番でお待ちください。まもなく1番線に大阪難波行き快速急行が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。停車駅は桜川です。足元の丸印3番から8番でご乗車ください。この快速急行は大阪難波から大和西大寺行き準急になります。ご乗車の際には電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください。まもなく1番線に大阪難波行き快速急行が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。停車駅は桜川です。足元の丸印3番から8番でご乗車ください。この快速急行は大阪難波から東花園行き各駅停車になります。ご乗車の際には電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください。1番線に次に参ります。電車は大阪難波行き快速急行です。足元の三角印3番から8番でお待ちください。まもなく1番線に大阪難波行き快速急行が参ります。黄色い線の内側へお下がりください。停車駅は桜川です。足元の三角印3番から8番でご乗車ください。この快速急行は大阪難波から大和西大寺行き区間準急になります。ご乗車の際には電車とホームの間が空いておりますので足元にご注意ください。